白小姐，这是冰球比赛，由她出场呢。啊，杨小姐吗？嗯，自从奥古大桑转进到东京本社以后，我们的队里就短一个人。替他的是，我想杨小姐出场，还不如白小姐出场的好。哪的话呀，她比我强得多呢。哎，我的意思，要是白小姐能参加队里的话，是不会错的。村川だ。あ、そうですか。おい、秘書の山森さん。村川拓です。どうぞよろしく。山森です。どうぞよろしく。一通りみんなに紹介してやってくれたわい。じゃあご紹介します。今度は奥田君に代わって新任された村川さん。村川拓です。どうぞよろしく。村川君は東京の大学を最優秀の成績を持って卒業。ちょっと待ってください、成績の方は省いてくれませんか。そうですか、村川君は社長さんの甥御さんに当たられます。ちょっと、甥御さんの方はとにかくどうでもいいじゃありませんか。そうですか。じゃあとにかくとして、とにかくよろしくお願いします。どうぞよろしく。ご苦労でした。ではこれを一応山守君に申し上げて、早速本社へ写しを送ってください。あ、それから村川、これがいつか話をした村川武雄です。設計課長の安藤さんだ。あ、どうぞよろしくお願いいたします。安藤です。どうぞよろしく。何分頼むよ。では仕事のことの方は安藤君の指揮を仰ぐとして、お前の住まいのことだがな、俺の家にいるのは少しも差し支えない。それより満州をよく知るという意味で、満人の生活に直接触れるということも必要だし、お前のためにも親戚のところに居候している理由もよかろうと思うんだ。だいたいお前の親父がお前をこの満州へよこしたというのは、可愛い子には旅をさせろという意味も多分に含まれているんだ。そのつもりだな。僕もそう思います。早速適当なところを探したらよかろう。ねえおじさん、社長、ところで月給の方は。月給？お前が一人で暮らしていくのに不自由はさせないよ。嫁さんをもらったらまた考える。そうですか。ではどうかよろしくお願いいたします。じゃ早速タイプの方へ回してみます。どうぞ。どうです、満州の冬は。便利じゃないでしょう。いえ、それほどではありません。しかしよく来てくれました。本当によく来てくれましたよ。なんて言っても来たですよ。近頃日本人は南へ南へという傾向がありますが、無論南も重要なんですけれども、南進するためにはまず北を固めてかかるのは先決問題です。日本民族の運命は究極において北にあるんです。南は資源を作るところ、北は人を作るところですから、これは同時に支社長の自設でもあるんです。よくわかりました。僕もそのつもりです。そうですか。ただま、社長さんは。お父さん会社連れてきましたよ。もう今朝着いて早速ご出勤じゃ、竹雄さんもかわいそうね。私もそう言ったんですけどね、お父さんは初めは肝心だって。それもそうね。竹雄さん東京で相当のんびりしてたらしいから。のんびりしてるのは生まれつきじゃないのかしら。親譲りよ。
竹雄さんのお父さんも随分のんびりしてらっしゃるからそれ何チョコレート竹雄さんのお母様に送ってあげようと思ってね。お母様竹雄さんの部屋どこにすんの。あそうね2階のお父様のお部屋のお隣じゃ竹雄さんの窮屈でしょうね。じゃあ私が2階って私の部屋竹雄さんの部屋しましょうか。そうねそれがいいかもしれない。じゃあ明日ご一緒にだねえや、はい、お部屋変わるから手伝って。はい。この辺にカシマありませんでしょうか。カシマ？カシマを探してるんですがなかなかないんですよ。さあそうですか。もしもしすみませんがこの辺にカシマありませんかって孫でなんて言うんですか。孫？这儿有厨房没有。这儿厨这儿厨房没有。这儿厨房没有。这儿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 了，干嘛的呢？这儿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 ，啊，走，这儿厨房没有，这儿厨房没有，这儿厨房没有，不认识，这儿厨房没有，啊，我先走，走，啊，喂喂喂喂，张伟来了，拿得行吗？嗯，行行行，留着你呢，这儿厨房没有，啊，我不明白，啊，什么？啊，那边去。嗯，要有。这儿厨房没有。啊，你放回去。看那个那位。这儿厨。啊，放回去。嗯嗯。这儿。あなたがお住まいになるんですか。ええ、どっかにないでしょうか。大手もこの頃膨張して、菓子屋も柿屋もなかなかなさそうですわよ。あ、社長さんのお家じゃ行けないんですの。万事をよく知る海に行って万事の生活に直接触れてみたいと思いまして。それにおじさんの家は窮屈ですからねそうですか。あ、私の友達の家貸してくれるといいんですけど。あ、聞いてあげましょうか。ぜひお願いします。じゃあ行きましょう。万事はお初めてですか。今朝着いたばかりなんです。マンシュをどう思いになります。そうですね、いいとこだと思いますか。そうですねそれほどでもないと思いますか。そうですねそうですね、そうですねって一体どっちですの。マンシュを着いたばかりですからとにかく早く勝ち物を探して住んでみないことには。そうそう、今朝着いたばかりの方には無理な質問でしたね。ごめんなさい。いや、謝らんでもいいですよユートだったんですってね。それほどでもありませんよ。懲罰なしと言いたいところだけど賞の上がったら事実です学生時代何か運動なさいました。まあ一通りは。じゃあ万能したらね、まあ、無論スケートも上手なんでしょ。一応は。私たち毎日日前と退社後に練習中でスケートやれなきゃ無理ですわ。
そうですか、潜りですかね。あの、え、何ですか。あの、さっきから私の方からばかりお聞きして、あなた何も私に聞いてくださらないんですね。そうですか、何も聞きませんでしたかな。え、何でもどうぞ。え、そうですね。どうしたんですの。何を聞こうかと今考えてるんですよ。何じゃありそうなもんですね。あ、そうそう、あの鹿島のうちはまだでしょうか。あ、そうそう、気づいちゃった。这位村川先生看中了你的房子，他打算住，可以吗？反正这个房子也是闲着呢，既然看中了，还用客气什么呢？啊，这个倒想说的是。そうですか。いや、助かります。で、あの、マダイはいくらでしょうか？啊，那么就不客气了。这房子一个月多少钱呢？这个房钱怎么办都可以的。吃饭打算怎么办呢？お食事どうなさいますの？あ、満州の生活に直接慣れるようにおいて、ここのうちの皆さんと一緒にいただければ結構だと思いますな。这位先生说，为了认识满洲的一切，他希望和我们俩一同生活，所以要是能和你们一块吃饭，那是最好的了。是吗？只要春川先生合适的话，我们是没有什么问题的了。可是我们这儿可做不出什么好吃的来呀。ごちそうはできないそうですけど、それでいいですか？今時うまいまで言ってられませんよ。でも満人の食事、あなたのお口に合いますかしら。お腹の空いてる時は何でも食べるもんです。食べてるうちに慣れてきますよ。ただ僕あの食欲旺盛ですから、十分なる食事は取ってもらってください。他说他很能吃饭，钱多少没有什么，只要管够就撑。好，好。ヤイ小姐。あ、そうか。ヤイが玄関来てるのか。あ、通して、通してくれ。ね。あ、通してくれ。はい。おはよう。いや、おはよう。どうしたんだい、こんなに早く。万事のうちもいいわね。です、竹雄さん。せっかく私お部屋開けてあげたのに、くんそうと逃げ出せに引っ越してしまうんです。ずいぶん水臭いと思ったわ。気悪くしたのか。多少。それでこんな早くからぼやきしちゃってわけだな。うん、そんなわけじゃないけど、スケート誘いに来たの。スケート？私このボッケの試合出るのよ。ボッケの試合？君が？へえ。女もボッケやるんだってのかな。竹雄さん、少しは滑れるの？こちらは失礼だろう。あ、じゃあ滑れるの？マンシュ来て滑んなきゃ揉むじゃないか。あ、そう、おいそれしまして、どうも失礼。滑得真漂亮，你既然能滑得这样，这次冰球大会你下场还是比杨小姐下场好得多呢。我要是滑得再快点的话，哎，你一定比杨小姐。鸭小姐来了。おはよう。おはよう。村川さんもいらっしゃったのね。ああ、毎日来て滑なきゃ潜りだからね。さあ、やるか。よいしょっと。おお、
あら竹雄さん、滑らなきゃ潜りだなんて。だから滑ったじゃないか。よしよ、村川君ね、社長さんお呼びです。はい。村川さん、社長さんお呼びです。あ、あった、はい、大丈夫？僕は決して懲りていませんよ。あの、お呼びですか？うん、君の月給だがね、これ一年おじおいの間柄でも特別というわけないか。この範囲内でやってみるのも勉強だ。しかし満州では内地の2倍ぐらいかかるそうですが、ね、まあそんなことはともかく、そのうちから貯金するぐらいの覚悟でなくちゃ。貯金？ああ、そうですか。あ、念のために断っとくわな。東京の袋を責めるようなことは絶対にかんぞ。え、めったに責めりません。いや、あの、絶対責めりません。あの、なんだ。いや、あの、絶対に滑りませんから。もし僕が君の月給いくらかって聞いたら、君はいい気持ちしないだろ。いいえ、別に。いいえ、別にって、じゃあ平気なのかい？僕、月給は100円です。聞きもしないのに自分の月給宣伝してやがら、呆れたもんだな。母さん、こっちの人はね、人の月給聞くことも、自分の月給言うことも当たり前のことなのよ。じゃあ僕もその手で行こう。ねえ、君。失礼なこと聞くようだけど、君その100円でいかがでやっていけるのかい？僕、貯金もしてない。貯金？おー、僕、酒もタバコも飲みません。コーヒーも飲みません。乗り物にも乗りません。歩いて帰ります。おー、じゃあ金もたまるだろうね。ええ。村川さん、こっちの人、お嫁さん村川さんにはとってもお金貯めるのよ。おー、じゃあ僕も貯金して、いい嫁さんもらうかな。でよ、食事付きマダイと、それから昼食代か、タバコ代がこのぐらいで、それから交通費と、それから洗濯代、それから交際費、スワッピー、まあたまにいっぱいやるとしてこのぐらいか。あれ、足出しちゃったよ。ごあさんで願いましてはと。私、そろばんを歌いましょうか。え？じゃあ、一つお願いしますか。いいですか。食事付きマダイが70円なり。それから、昼食代が20円なりと。それから、タバコ代が10円なり。じゃあ歩くとしてだね、洗濯代が500円。洗濯？君、洗濯も自分でやるのか？もう僕がやりますよ。洗濯物ぐらい一日洗濯計出してたら経済が持ちませんわ。どういうもんかね。次、床屋に風呂代か。あ、君、今日は入るんだろうな。え、たまには。たまに？え、じゃあ、お先。あ、さよなら。さよなら。じゃあたまに入るとして、次は新聞、雑誌、映画、これが20円ぐらいだね。それ少し多くないかしら。15円ぐらいにしておいたら。君なかなか細かいんだね。じゃあ次と、次は交際費、その他雑費、まあたまにこう一杯やるとして30円ぐらいかな。それ洗
せいぜい15円から20円ぐらいで止めておかなきゃ気がありませんわよ。だいたいお酒なんてたまに一杯と思ったのが毎日あるようになります。飲み出せば1本が2本になり、2本が3本になり、もう気がないものよ。うちに毎晩酔っ払って帰られたんじゃもうやりきれませんわよ。君、ちょっと待ってくれよ。それは君、女房の血力じゃないか。あ、私言い過ぎちゃったわね。ごめんなさい。もしもし、郷島組社ですか。あ、パンさん、村川さんやめてよだい。あ、竹雄さん、私八重、東京からお荷物が来てるわよ。今日お昼まででしょ。帰りに通りにらっしゃいよ。え、これあれくらいで大丈夫潜りよ。我慢して通りにらっしゃいね。ご足を開いて待ってるわ。どう、竹雄さん言った。腰が痛いとか転んだとか滑ったとか相変わらずのんびりたこと言ってんのよ。だからごちそうで釣ったわ。あ、そう。じゃあ何かごちそうの支度しなくちゃね。竹雄さん何が好きかしら。何でもたくさん数あればいいんですよ。あ、私お買いだけ行ってくるわ。どう。竹雄さんのお母様からお手紙でね、竹雄さんがそちらに落ち着けたらば適当なお嫁さんをお世話願いたいって書いてあったけど、竹雄さんにはどういうお嫁さんがいいかね。そうね、竹雄さん相当のんびりしてるから、お嫁さんよっぽどしっかりした人でなきゃ。でもしっかりしすぎてあなたのように気が強くっちゃね。あら、私そんなに気が強いかしら。まあ弱い方じゃありませんね。でも必要くらいだと思ってんだけど、私お嫁に行ったら正式の奥さんになれる自信があるわよ。ぜひそうあってほしいわね。旦那さんは男の交際があるんだから、たまにはお酒飲んで遅く帰ってくることもあるだろうし、私焼き飯泣かないわ。男の方ってたまには私の旦那様、うちのお父様みたいなような方だっていいんだけど。おお、それは驚きましたね。えらいご上達で。この調子だとこの線から三目にしていただきますから。いやまだまだ下手です。いや、もう四目では無理ですよ。パパ、あら、いらっしゃいませ。お邪魔してます。パイサイ人のこのご上達で今負けたところですよ。そうでしょ。私もまだまだお相手させられてるんですもの。さっき稽古台飽き飽きしたから、今日村川さんにお相手願おうと思ってお連れしましたの。村川を村川はこう打てますかね。日本人で碁が打てなきゃ無理だって村川さん言ってました。そりゃお味噌で申したな。お待ちどうさま。いや、ここ本当にあんたにだったんですか。ええ、立派ですな。あなたはお嬢さんだったんですね。これはこれは、お見せして失礼しました。はい。あ、社長さんいらっしゃいらっしゃるのよ。社長が。うん。あ、そいつはいけねえや。あら、お帰りなんですの。おじさんは苦手なんですよ。でも、あなたが碁ができるって社長さんに申し上げたら感心してらっしゃいましたわよ。僕が来たって言っちゃったんですか。うん。さと知られて後ろを見せるは武士道にあらざるなりか。よろしく、会いましょう。じゃあ量産中期にお邪魔に上がります。お、これが私のおいです。こちらパイリーさんのお父さん。あ、村川拓です。どうぞよろしく。最近は日本に留学をなすったんだ。大学時代に僕とお友達でな、こちらに来てからというものはいろいろお世話になってる。いや、私の方がお世話になっています。娘も大変お世話になっています。え、リア、しかもまなかあれ。え、パパ、お去哪吧。え、那也好。お前、ゴマ打てるんだそうだね。え、一応
一応といやそんなもんだろう。ちょうどいい。大臣のお相手を願ったらどうだ。さあ、そうって、お前ご飯できるんだろ。ええ、さあ困ってたな。困ったなって、日本人としてご飯できなきゃお前無理じゃないか。それはもう。じゃあ一つお願いしましょうか。はあ。今天晚上打算叫村川先生在我们家吃饭，给他做什么好吃的呢？不知道村川先生他喜欢吃什么？看他那个样，什么都喜欢吃的。可是他的饭量太大了，以前好吃的都给他做点样不就得了吗？他每天在洋洋家净吃咱们饭。今天我们给他做个日本的 sukiyaki 怎么样？那么也好。妈，咱们快准备吧。妈你お願いいたします。まだ行こうぞ。社長さんお帰りになりましたの？どうぞ。ではお、新保津駅ですか。ええ、対抗秀吉で行きます。これは予断がならんぞ。だと思ってご馳走して待ってるの。今は来ないの。東京ならパイさんのところでご飯やっとる。パイさんのところでご飯？うん。あ、お帰りなさいませ。お母様、竹雄さんからパイさんのうちでご飯売ってるんですって。まあ竹雄さんにご飯売ってるなんて見かけによりませんわね。あんなのんびりしたやつは案外うまいかもしれんぞ。
してて。よし、それなら完璧だ。さあ、歌って。これ、マイケの歌なのよ。いや、うまいよ。全然うまいよ。ねえ、今度は今の歌を一本ごと歌ってくれないか。いや、もう歌わないよ。あ、それより今度村川さんの番よ。僕の？ええ、さあ歌って。僕がかい？ええ、そう。星に二本はないはずよ。よし、歌おう。ポポポまたポポ豆が欲しいか空やるぞみんなで、あれなんだっけ、仲良く、うん、みんなで仲良く食べに行こいっとポポポハトポポみんなで仲良く食べに行こい、終わり。竹雄さん、うん、なんだい。私本当はもくれてんのよ。どうして面白くないの。さてはいさに聞かれたな。あんまりわがまま言うからさ、あまりわがまま手が貸せるもんじゃないよ。失礼ね。それは竹雄さんご自分のことじゃないの。私そんなことでもくれてんじゃないわ。うん、じゃあどうしたんだい。私昨夜ごしとこじらで待ってたのよ。誰を。誰よって竹雄さんよ。ああ、僕をか。僕はゆうべパイさんの人ごちそうになっちゃった。ゆうべのすき焼きは美味しかったぞ。すき焼き？うん。十二分に満腹したよ。どうせそうでしょ。じゃあ武士の面もにかけても行かずになる前。いや早く片付けましょう。うん。あ、大姐、雅音小姐还没有来呢。可是从今天起就在正装起身的练习了。哎，你替雅音小姐下场怎么样啊？那对雅音小姐不大好吧？那有什么关系呢？谁让她不来了呢？大小姐，你不也是很愿意下场的吗？哦，那么。我替他缓一会儿吧。哎，好。
なるべく端の方にいらっしゃいね。うん、真ん中こっちだって行かなきゃないよ。皆さんおはよう。おはよう。今日から一生懸命やりましょうね。はい、やりましょう。村川さん、おはよう。いや、おはよう。もう滑って転んだのね。転んで張ってるんだよ。もうやめるの？いや、指導の手前やめられないよ。びっくりしちゃった。あ、危ない。全部お前が見積もったのかい？あ、わからないところは安藤さんに聞きましたが、大体私が。安藤君、あなたはこれ命令してくれましたか？あ、いいと思います。よろしい、大社に呼んで。あ、タイプの方へ回してください。あ、日本文のタイプのですか？ああ、そうです。かしこまりました。カリさん、お父さんはどうしてます？相変わらず語ばかりやっております。あれから 2,3 回村川さんが来てご相手してくださってますの。村川さんの子大変天才的なんですって。おお、そうですか。村川の子天才的ですか。あ、それからね、珍しい書が手に入った。ぜひ一度お父さんにおいでくださるようにことづけしてください。あ、伝えます。いや、いいものを見せていただきました。それほどのものではないですが、実は先日博物館で陸長の拓本を見ました。あれには感心しましたよ。市の書道の真髄に触れたような気がしておりますよ。ああ、いいものです。その時ウアロマン派で発掘された両時代の壁画を見ましたがね、これもなかなかいいものでした。しかし私はその壁画を日本人の絵としか思えないのでびっくりしましたよ。はあ、小川に水鳥の遊んでる絵がありましたな。俺の像は色彩なり線なり構図なり日本の光悦や宗達などと全くよく似ています。おう、そうですか。千年前の満州の絵と500年前の日本の絵と一つの根から生まれた芸術だと思う。マジでした。日本の芸術、満州の芸術などというよりもっと大きな目で東洋の芸術、東洋の美とかいうものを考えなきゃいけないんじゃないと思いますよ。なるほど、発見です。どうです川島さん、一つ研究論文を発表しては？私などはただの骨董一人にすいませんよ。
になって僕たちのお稽古へ入ってくれるといいんですが。ああ、それは入ってやってもいいよ。でもまだ今年は無理でしょう。なんだ、誰のこと言ってんのか。来年は入ってください。誰のこと言うと鬼に笑われるよ。実は今年入ってもらえるといいんですが。でもようよう滑れるようになったばかりだから無理でしょう。大田さんが本社詰めになったでしょ、うん、だからうちのチーム荒梅に城さんが入ってくれたんですよ。でも、ジョーさんじゃ、バリーの方が上手なんですが、お嬢さんに許してるんです。バリー、何？村川さん、お食事行きます？あ、行こう。おい、ワン君、君の一緒にどうだい？僕、お弁当持ってきてますから。なるほどね、泊まるわけだよ。豚の足。ほら、お入りなんですの？うん。毎日来て豚の足頭が食えないんで、モルトやれたんじゃね。でも、お腹いっぱいなんでしょ？うん。いや、そんな不敬なことなくちゃ、昼飯代は予算通りに上がらなくてよ。あ、そうか。この手にしましょうね。じゃあ、皆様。うん？いらっしゃい。バイリンさん、あんたホッケが素晴らしくうまいんですってね。いえ、それほどでもありませんわ。ただ、真似事。いや、本当は今度の試合にあなたが出る時があったんでしょ。ところが、やいこが社長の娘だなんて言うんで遠慮してるんじゃありませんか。そんなことありませんわ。やいさんだって、とってもお上手ですわよ。そりゃ、やいこだってうまいかもわからないけれど、あなたはそれ以上にうまいんでしょ。遠慮もときとばい。社長の娘だからといってのさばらしてはいけませんよ。大体のやりこはね。あ、もうその話よしましょうよ。せっかくの聖地油がまずくなるわね。このうち僕だけど美味しいでしょ。うん、美味しいですね。それに第一安いのを気に入りましたよ。これから当分昼飯はここに決めた。それにこういうところへ来なくちゃ本当の万人の生活は分かりませんものね。なるほどね。豚の足頭まで食う生活なんかはね。ここで食べてりゃ昼飯代から貯金ができますわよ。うん。じゃあお嫁さんもらうまで当分ここで頑張るかな。あら、お嫁さんもらいなんですの？それは僕だって。僕はお嫁さんもらったらおかしい？うん、別におかしかないけど。ないけどどうなんだ。でも本当におもらいになるんですの？それは僕だってもらわないわけにいかないじゃありませんか。お嫁さんもらったらそうだな、子供は12以上欲しいな、はい、そうやってね、それをずらーっと芝生に並べてね、裸で解凍させるんだ。どう？同感でしょ？素晴らしいよね。それでね、太郎、次郎、三郎、四郎、五郎と10人まで名前がついてるんですよ。あ、そう？じゃあ女の子が生まれたら？あ、女の子は考えてなかった。いや、女の子だったら私に名前つけさせてね。うん、女の子なら君に任せよ。うん、そうね。あ、君は。あら。私、奥さんじゃなかったのね。ごめんなさい。いや。実際問題として今の月給じゃお嫁さんがもらえるかどうかまだまだ先の話ですよ。あ、勘定。え、なんだ。2万5、2万5、3万5、3万5、私払いましたよ。いいよ、僕も払うよ。だって私を誘いした
たんですもの。襲われたって馬に払われて男の顔が立たんからね。そう、じゃあご主人納得は、すみません。今じゃろ、こんなところでも切符がいるのか。そう、うん、じゃあ、僕だって僕のお嫁さんもらったらおかしいのかい。そんなわけじゃないけど。そんなわけじゃ、僕お嫁さんもらってたらみんな変な言い方しながら。ねえ、竹雄さん、お嫁さんもらうんだったらどんな人がいい。そんなこと聞いてどうするんだ。お世話したんやと思って。そうだね、別により好みはしないけど、やいちゃんみたいなの嫌だな。私だって嫌だわ。いやで、幸い疲れたどんどんだ。あ、やいちゃん、何、君にちょっと話があるんだ。お話って？結婚の申し込みだったら嫌よ。いい気になっちゃいけないよ。誰の気なのか。あら、じゃあなぜ奥様の稽古しろなんて言うの。どうせ稽古するならホッケーの稽古よりも奥さんなら稽古した方がいいと思うんだよ。どうしてホッケーの稽古していけはんの。それは君が支社長のお嬢さんだからさ。あら、支社長のお嬢さんはホッケーやっていけないのかしら。わからないな君は。じゃあはっきり、君は支社長のお嬢さんだから下手くそでもみんな遠慮してるんだよ。パイさんは君なんかよりずっと前んだよ。みんなは今度の試合にパイさん出てもらいたがってるんだ。分かったろ。分からなきゃもっと言ってやろうか。スタッフのくせにみんなにおだてられたり迷惑がないても知らずにいい気になってるのはみっともないって言うんだよ。そりゃあヤイちゃんお嬢さんだからお三度に行けとは言わんよ。しかしパイさんは見たまえ。パイさんだってうち行かれば立派なお嬢さんだからな。分かったろ。じゃあさよなら。なきゃいけないんですね。あら、結婚なさるの。
そう。おんこさん誰だか当ててみましょうか。旦那様はね、もっと男らしい、はっきりした人。じゃあ誰？でも今日の竹雄さんとてもはっきりしてたわ。やっぱり村川さんなのね。うん、母さん結婚するんだったらどういう人がいい？私？そうね、やっぱり男らしいはっきりした人。じゃあ私お世話してあげましょうか。今日の竹雄さんとってもはっきりしてたわよ。リーベン、リーベン。ダメ、舌をこうやって。リー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 ベン。リーリーベン。リーベン。そうです、リーホー、リーホー。今日は初めから。オースリーベーデン、ニース番長デン。リンゴ、シンコです。それから、あ、私となったお友達来るといいな。我和您是好朋友。我和您是好朋友。うん、我和。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 もっと口を開けて、喉を使って。我和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 。嗯，我和你是好朋友。嗯，你好，你好。哎，可是難しいな。今度は挨拶だ。こんにちは。您吃了饭了吗？随分長いね。あなたご飯を食べましたかという意味です。随分質なこと聞くもんだね。でもこれが毎日の挨拶ですの。おお。あれ、何だっけ？ニチューラファンラマ。うん、ニチューラファンラマ。で、その時の相手の挨拶は？我吃了。あたし食べました。我吃了。我吃了。我吃。もし食べてなかったら？食べてなくてもそう言うんです。おお。お腹がペコペコでもそういうのか。随分無理した挨拶なんだね。わちーら、わちーら。あれ、ご飯の話したらまたお腹空いちゃったよ。あら、さっき食べたばっかりなのに。それはいいとしたね。じゃあこんばんはっていうのは、まさかご飯がどうのこうのって言うんじゃないだろ。やっぱりそうよ。にちーらさんのま。やっぱりご飯を食べましたかって聞くのか。ええ。にちーらさんのま。こちら、こちらファーラマ。なるほど。それは孫ができなかったら不自由だな。よし、早速誰かにやろう。見込みは？それは競争多いだろう。じゃあ、抜からないようにしっかりやってくれ。ワンさん呼んで。はい。ワン君は今朝CA参りました。ああ、そうか。じゃあ長君呼んで。はい。おパリさんがいい。パリさん呼んで。はい、これお願い。はい、パリさん、社長さんが呼びです。
びでございますか。ああ、見積もりを持って村川はハルピン行ってるんだ。相手が満人なので言葉がよく通じないらしいんだ。気の毒だが君行ってくれんかな。私は、あ、私にできますかしら。君はただ通訳さえしてくれりゃいいんだ。交渉は万事村川が当たるから。そうですか。じゃあ行かせていただきます。それじゃあ早速予算を会計の方に出して、ああ200ぐらいでいいだろう。承知しました。八重さんも一緒に行っていただいていけないでしょうか。八重、ええ、君が一人旅で寂しいんだったら連れてってもいいんだが。お願いします。ぜひそうさせていただきたいんですけど。どうせ住んでるんだから八重さん表紙ならいいだろう。ご無理お願いしてすみません。ありがとうございます。家計の中なんですもの。だから私が連れてきてあげたのよ。もう仲直りなさいよ。もっと安くいきますな。那么硬装怎么样呢？比用洋灰很便宜吧？要是用砖的话，能和洋灰一样结实吗？能吗？まあいいです。それはレンガでやろうが、泥でやろうが、板でやろうが、やる以上は保証しますよ。しかしコンクリートと同じってわけにいきません。结实是结实。可是不能说是和洋灰一样，也就是我们所常说的一分钱一分货。要依我们这儿和您那儿比较，就是用洋灰的话也比较您那方面便宜。我刚刚听你们要分的是谁。それを安いところもあるかもしれません。しかしうちでは仕事に絶対の責任を持ちます。我们这边所报做的话也许是贵一点，可是绝对没错。誠実と責任はうちの看板です。诚实和责任是我们的招牌。我が社の名誉にかけても、その見積もりに対しては微大一文の欠けでもありません。我们的公司办事都是有信用的。出来上がってお気に召さなかったらぶち壊してもこしらえ直します。完工以后要是和预定的不一样，给拆了重做，体会都行。出来上がってお渡ししてからでも、時折は見回りをいたします。交了工以后，我们还是负着责任的，实时的来看，有坏的地方没有。建築家は自分の建てた建物に対して愛情を感じます。どうか建築家の良心を参加してください。我们的公司对于所包的工程
都从着有一种爱情，比如说父母在自己的女儿出家以后，无论到什么时候，还是爱护着她自己的女儿吧。我们也是和这个一样的。那我们先合计合计，以后再给你们回信吧。好，希望你们快一点儿，因为我们听你们的回信以后就要回公司去了。好，一定早告诉你。好。他の本が道より安いなんてそんなバカなはずはないんだがね。駆け引きかもしれないわね、うん、でもあの時村川さん、うちは高いはずはない、安いとこがあるなら安いとこでやってもらえなんて何やしないかと思って心配したそれは商売つまりはどうやしませんよ。私感心したわ、さっきの取引ぶり八重さんに見せたかったわ。私買い物があるから酒買っちゃって。あ、一人で大丈夫大丈夫、私漫画ができるから。Right.
どうぞ。まあ、どうI'm sorry.
Come on, 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 come on